チャンネル終了ですよ、もう。寂しいですよ。一番好みの子入って告白してきてくださいよ。やばいやろ。鉄板じゃないやろ、あれ。じゃあ行きますか。行ってらっしゃい。そうっす。はい、どうも。はい。さん、ガーシーさんに何か暴露されることはないですか？暴露されても傷は浅いと思います。出屋敷行きですか？予想は、いや、神波新地じゃないかと。お、正解です。あ、最終目的地は違うんですけど、跡地をね、どうなってるのか見に行きたいなと。ここはですね、僕と桑田さんが YouTube やる前に事故った場所ですね、はい、そうですよ。まあ行ってますか。はい。出屋敷からね、来たことないんですよね。そうですよね。でもこっちの方が近いんでしょ？僕もでも初めてなんですよね、そういう意味では。最初ちょっと雨で降りるかなと思ったんで、どこ行くやろなとドキドキしましたよ。頑張ってもらっていいですかね。あ、そうです。終わりました。はい、来ました。懐かしいです。なんかコレオリアになってますね。そうですね。中は何もないですね。そうですね。表側だけ。あれ、トイレなくなってるの。これか。前夜はこれが空いてた感じですね。いや、本当何もなくなっちゃいましたね。そうですね。ちょっと寂しいですね。いや、寂しくないですよね。別に。いや、まあ言うてね。あの、思い出あるんですか。でもあの事故もあれですよ。一つの思い出ですよ。じゃあ今日の目的地発表します。あの、松島新地に行くのではないかと。正解です。お、それで行くと関西の新地はこれで制覇したんじゃないですか。関西どころか西日本は全部制覇してますよ。なんならもう行くとこないんですよ、僕は。そうですよね。もうチャンネル終了ですよ、もう。寂しいですよ。早くコロナが収まって海外行きたいですね。はい、着きました。はい、やってきました。じゃあ松島新地行ってみますか。今里、滝、篠田山、今までね、地雷やと、まあ、おばさんばっかりだみたいなね、まあ、篠田山は置いといて、当たりばっかり引いてるじゃないですか。そうですね。で、松島って言ったら、面積やったら飛田より広いんかな。そうですね。飛田が100年、ここが150年の歴史と、一時期は九条の方がね、栄えたという歴史もあるぐらいなんで。だからね、僕、地雷探してもね、しょうがないと思うんですよ。いないと思うんですよね。だから今日は桑田さんのね、恋人を見つけようと思って。一番好みの子入って、告白してきてくださいよ。ここまで鍛えられたんで、もうそれぐらいのうざ行動はできると。か、次につなげてもらうか。いや、ありがとうございます。嬉しい。いや、ありがとうございますって言ってますけど、僕には二言しかないんですよ。変わりましたと、ありがとうございますです。松島レベルになると有名だから入店拒否されちゃいますか。ここがね、どのレベルなのか、体警戒レベルか。はい、今回それが分かるんじゃないかなと。やってないところも結構多いですね。そうですね。バレてなかったですね。入れそうですね。入れそうです。じゃあ続き回ってみますか。ありがとうございます。決まりましたか。そうですね。今日は30分で1万6000円ですね、確か。40分で2万1000円かな。今回30分でなんとか落としてきてくださいよ。わかりました。どうもどうも、ありがとうございます。気に入った子、今一緒に見てきましたけど、あのショートカットの子ですか。そうですよ。あのクソ不愛想な。はい、そうですよ。やばいやろ。鉄板地雷やろ、あれ。笑顔も一個もない、あの子やんな。そうですね。きつめの顔の。いや、地雷やろ、どう見ても。笑顔あんの、あの子に。あの子の笑顔が、まあ、見れるかどうかをちょっと確かめていきます。どうしたんですか、どうしたんですか。やられました。どうしたんですか。止まりました。止まれた。はい。ほんでとりあえず30分。あの子そんないいか。わかんないです。俺が連れてんのか。いや。なんでみんなあれ選ぶの。なんかね、どう考えても地雷だよね、あれ。とりあえず先に奪われてしまいました。女の子降りてきまして、ちょっと待っといてほしいと。笑顔終わりました。少し。はい、おはようございます。やれることをやってきました。僕の見立てではね、地雷状だったんですけど、あの後どうなったんですか。
アナとですね、はい、笑顔は見れました。まずですね、30分1万6000円で入りました。丁寧に2階のお部屋なんですけど案内してくれました。あのお店さん自体は結構新しそうですね。できて 2,3 年ぐらいで、回収してるんや。そうですね、はい、でですよ、最初の不愛想な印象よりは全然優しく対応してくれるんですけど、めちゃめちゃストレートな感じですね。サバサバ系です。さすがにそれは言われなかったんですけど、ただですね、最初にいろいろ質問を投げかけたんですよ、2,3 個、はい、言われました。そしたらですね、釘を刺されまして、お兄さん、そんなに女の子に質問すると嫌われるよと。ズバリとね。そうです、少なくともそんな聞かれるといい思いはしませんと。ちなみに何聞いたんですか。どのエリアの子なのかと、このお仕事長いのかと、おいくつなのか、踏みに行くっすね、普段どんなことしてるんですかと、はい、年齢は23歳と。そうか。で聞くと大学院生らしいんですよ。おどんな勉強してるんですかと、はい、したらですね、特殊なことを勉強してるから教えたら一発でバレるから、さすがにそれを教えられませんと。 YouTube で喋られるしね。僕が YouTuber ってことはバレてなかったです。バレてなかったです。そうです。でですね、偶然にもですね、以前はカンナミで働いたそうです。へえ。潰れたからこっち来たんや。そうです。ちょうどコロナで休業してたのでほとんど働いてないですけど、大体1年半ぐらいは在籍してと。それもあってこと運びはすごい上手くてですね、早速じゃあプレーの方しましょうかと、はい、シャワーの方に、はい、ちなみに松島のシャワーって向こうも裸なんですか。向こうも裸です。共用。共用です。それが分かるのはシャワースペースにそれぞれの女の子の名前が書いたボディーソープが置いてあるんです。盗難で喧嘩になってそうですね。でシャワーを見て部屋に戻ってですね、驚いたのが、向こうからキス大丈夫ですかと、こっちが驚いて、いいんですかと、お兄さんさえ良ければ大丈夫ですと、サービスに関してはあれ地雷じゃないぞと、ね、キスしてくれるだけできない。仕事できないね。キスから入りまして全身をリップサービスしてくれましてですね。そんな舐めてくれるんや。そうです、そうです。ヘラの方になるんですけど、こちらもゴムなしです。そうですね、松島、はい、そのまま滑らかな手つきでつけてくれると。その後すぐに馬乗りになっていただくんですけど、体勢を変えてくださいと、今回正常の体勢させていただきました。ただ今回嬉しいことに、私行っちゃいましたと、しっかり乗せられたと、女の子をいい気分にさせたのでいけるんじゃないかと、ちょっと踏み込みました。神奈美の頃のお客さんはどうされてるんですかと。そこでやりながら。そうです。あれでしょう、 S さんの女の子だから、もう不況なとこでしょう。ちょっと質問のチョイスが悪いとしたらですね、こっちに移ってから、そこのお客さんもたまたまですけど私がいることに気づいてくれたと。でですね、リピーターさんになっていただいている方もいらっしゃるんですけど、その時悔いに残ってるのは、神奈美が潰れて移る時に連絡先を伝えとけばよかったというふうに言われたので、これはチャンスだと。連絡先教えてくれる。そうなんですよ。それがもうラスト興奮につながりましてですね、最後はいつものごとく手こきをしてもらいながらなんですけど、高まったところで最後馬乗りになっていただきまして、スプラッシュと。でこれは聞けるんじゃないかという興奮が高まってましたので、早々にスプラッシュを終わらせまして、で連絡先教えてもらえるんですかと聞きましたらですね、いやお兄さんと、さすがに初見ですよねと苦い笑いをされて、初見でそれ聞きますかと、さすがにちょっとこれは告白する場面でもなくなったこと、試しにですね、好きですと言ったら、あ、ありがとう、そうですかって言って。名前なんて言うんですか。千早さんです。それ嬉しそうなんですか。でですね、一応名刺いただいたんですけど、はい、名刺の下にね、あ、そうそう、下番号が書いてあったんで、これがもしかして携帯の番号かなと。わけねえだろよ。そうです。店の番号やろ。間違いなくね。これがですね、携帯の番号に変わる時が来るんじゃないかなというふうな、ちょっと期待だけは高まりましたね。で、一個だけ驚いたのが、これもうざ質問なんですけど、仲良くなった人とは遊ぶんですかと。そんなわけないでしょと。バカにしてるんですかというような感じで言われたんですけど、ただここのお店さんだけ特殊なサービスなんですかね。3時間以上で入っていただくと、店外でとかできるらしいです。店外でのプレイはできないんですけど。プレイできへんの。店外のプレイはできない。あのお食事とかの店外デートはできるんですけど、プレイだけはちょっと監視の目がなくなってしまうので、 お店には戻ってきてもらうと。10万ぐらいです。それを聞いた瞬間に、これはお客さん翻弄されるぞと。いや、お金払ってデートしないから別に翻弄されないですよね。嬉しいんですか、クラス3クラスになると。僕からしたら嬉しいです。10万誰が出すんですか。まずいい出してくださいよ。どうですか、第2弾ありそうですかね。チャイちゃんとあります。じゃあ今日は最後にね、はい、僕が桑田さんの暴露してあげますよ。おお、暴露。はい、桑田さんツイッターで僕箱のメッセージ来たじゃないですか、はい、私は元飛び田ですっつって、ああ、はい、メイン通りに座ってました言って、はい、で調子乗って LINE 交換して会おうとしてましたよね。そしたら最後、私の指令のお店を撮影してほしいって言われたんでしたっけ。言われました。売名最悪です。帰りますか。はい、じゃあ、ありがとうございます。